皆さんこんにちは。お元気でしょうか。はーい、今日はですね、また日本の最近のニュースについてお話ししていきたいと思います。はい、今日のトピックはこちら、カスハラです。カスハラ、皆さん聞いたことありますか、この言葉ね。まあ、本当の名前はカスタマーハラスメントと言います。はい、カスタマーハラスメント。まあ、最近こういうね、なんとかハラスメントっていう言葉はよく聞くんですけど、なんかセクシュアルハラスメント、セクハラとか、パワーハラスメント、パワハラとかありますけど、このカスタマーハラスメントは、文字通りお客さんから受けるハラスメントのことを言います。はい、でこれがね、最近日本ではまあ結構問題になっておりまして、まあニュースでね、その大手企業とかがそのカスハラに対する対応策を発表したりとか、なんかこういうカスハラがあったので、なんか事件が起こりましたとか、問題がありましたみたいなニュースを最近よく聞くようになりましたね。うん、まあどんなことがまずね、そのカスタマーハラスメントに当たるのか。はい、まあ、クレームとね、カスタマーハラスメントって似ているようで全然違うので、カスタマーハラスメントの定義をねちょっと紹介します。はい、4つあります。はい、1つ目はですね、過剰な要求ですね。過剰な要求、まあ、なんかちょっとミスしただけで、おい、なんか金払えって言ったりとか、なんか謝れみたいな、100回謝れとか、なんかそれは求めすぎだよねっていうのが1つ、カスタマーハラスメントの定義ですね。はい、でもう一つが、暴言を吐かれる。暴言を吐かれる、なんかバカとか死ねとか、なんか役立たずとか、なんかそういう、ま、悪い言葉を言われること。はい、で3つ目はですね、長時間拘束されること。はい、これは、まあ、例えばなんかスーパーとかのレジでなんか30分ぐらいずっとクレーム言うとか、なんかコールセンターに電話して1時間ずっと電話し続けるみたいな、そういう風なのがもうカスタマーハラスメントです。はい、で最後はですね、脅迫される。これは犯罪だよね、完全にって感じなんですけど、お前の顔を SNS にアップするからなとか、お前の家に行くからなとか、なんかそういう風な脅迫をすることはカスタマーハラスメントに、認定されます。で実際にですね、カスタマーハラスメント、どんなことが起きているかというとですね、コンビニとかでその袋があるじゃないですか。その袋に商品を入れてて、その商品の入れ方が悪かったから慰謝料として100万円払えとか、なんかこのコンビニで俺は200万円ぐらい使ってるんだから、その半分の100万払えみたいな、意味がわからんみたいなこととか、実際に逮捕された話があって、タオルを購入したお客さんがいて、そのタオルに穴が開いていったんだって。穴開いてるっていうのをだから返品してくれって言って、そのお店は返品対応をしたんだけど、それじゃあ気が済まなくて、そのなんていうの、その対応したスタッフに土下座しろって。でそのスタッフが土下座した姿を写真に撮って、動画に撮って SNS にアップして、でそのスタッフの家にまた行って、謝れって言い続けてるみたいな、まあ、そういうことがあって、これはさすがに強要罪で逮捕されました。はい、強要罪っていうのは、まあ、本来行う義務のないことを強要させた場合に成立する犯罪が強要罪っていうんですけど、まあ、過剰な要求ですね、うん、した場合に当てはまる犯罪にと認定されて、実際に逮捕された方もいます。はい、てか結構います、逮捕されてる人。うん、脅迫罪とか強要罪とか、うん、あとまあ暴力とかね。はい、そんなような、もうなんかそんなの全然筋が通らないやろみたいな、おかしな話だろみたいなことが、そのカスタマーハラスメントで行われているということですね。うん、で今回ね、そのカスタマーハラスメントの調査が行われたので、それについてちょっと紹介したいと思います。はい、ですね、過去にカスタマーハラスメントを受けた
まあ、嫌がらせなどを受けた経験があるという方は、調査では 35.5% の人が、経験があるというふうに回答しています。はい。まあ、調査の対象は、まあ、サービス業の人とか、まあ、お客さんと対応する仕事をしている人たちなんですけど、はい、35.5% がハラスメントを受けたことがあると。はい。そしてここ3年でそのカスハラが増えたと感じる人が 32.6% いるっていう結果があります。はい。どうやらここ最近ちょっと増えている様子ですね、カスタマーハラスメントが。うん。で、そして、3年以内の、カスハラ経験率が最も高い職種は福祉系専門職員、まあ、介護士ヘルパーが 34.5%。 で、2位は、顧客サービスサポート 30.7%、 で受付秘書 30% で、医療系専門職員、まあ、医師看護師なのが 28.9% って書いてありますね。まあこういう職業の人たちは想像できるよね。なんか病院とか病気とかそういうのはね、まあストレスとかね、その患者側のストレスとか患者のそのね、まあそれはちょっとあるよなって思いますけど、まあ、でも良くないですよね、カスハラは。うん。はい。で、まあ面白い調査を発見しまして、カスハラを経験した人の、性別と年代別調査というのを発見しましてですね、これを見る限りだと一番カスハラを受けている人っていうのが男性で30代の人、ですね、それで2番目は女性の20代ですね。はい。そんな感じですね。だから結構このグラフを見ると20代30代、まあ、40代ぐらいの若い人たちがカスハラを経験してる人が多いんですよね。うん。で、一方でその反対にカスハラをした人ですね、カスハラをした人っていうのがですね、なんと年を取れば取るほど増えているんですよ。で、一番多いのが40、50、60、70ぐらいの人たちの男性が、カスハラをした人たち、はい、っていう結果が出ておりますね。なので、なんか年が上の男性たちが若い男女にカスハラをしている率が高いということです。はい。まあ、なぜでしょうか。もちろんね、男性だけじゃなくて女性もカスハラしてる人結構いるんですけど、圧倒的に男性が多いんですよね。うん。まあその理由はね、いろいろあるみたいなんですけど、まあ、根本的な理由は、日本のその、まあ、接客の質、サービスの質が高すぎて、その要求する面もそれが当たり前になってると。そうで、まあ、最近はね、もうこれは本当に言わない方がいいっていうか、これは間違ってるって言葉と言われてますけど、そのまあ20年前とか30年前はお客様は神様ですっていう言葉が結構その飲食店とかでよく使われてたんですよね、そのサービス業の中で。はい。お客様は神様です。はい、もう誰が作ったのって感じなんですけど、なんかそういう世の中だったんですよね、数十年前は。うん。だから完全にそのスタッフ、まあ従業員とお客さんのその、まあ、関係が完全にお客さんの方が上っていうのが、その日本社会の一般的な考え方、まあ、今もそれがありますね。はい。だからそのお客さんがそのなんかモンスター化しちゃって、その高い要求をしたりとか、偉そうな態度をする人が増えてるようです。はい。で、そしてですね、なんで最近増えたのかとか、なんで年が上の男性がそういうふうなことをしているのかというとですね、なんか、その、まあ、その上の世代の人たちの時の日本っていうのは、まあ、ハードワーク、なんか24時間働けみたいな、なんかことを言われてたりするぐらい、すごい働くのがなんか正解みたいな時代だったんですよね。で、その時はその男の人たちとか、その年が上の人たちは、その自分はいっぱい働いたと思ってる、自分は今の世代たちの人よりも一生懸命頑張ったと思ってる、
で、今の世代の人たちよりもいいサービスを提供していたというふうに思っているから、そういう人たちが今お客さんになって今のサービスに納得いかなくてそのカスハラをしたりっていうふうにつながっているようなんですよね。まあどう思いますかねこれね。って感じですよね。まああとはね、多分少子高齢化の影響もあるので、そもそもの高齢の方が増えてるからっていう理由もありますね。その高齢者のカスハラ率が高いのは母数が多いってことですね、そもそも。はい、まあそういう理由もあると思いますけど、はい、で最近はそういうカスハラのためにいろんな会社が対応、なんていう対応策を考えているという状況ですね。はい、いやね、実際私も飲食業で働いてたこともアルバイトとかいっぱいしてたんですよ。そう、でその時に私はカスハラに遭ったことが1回あるんですよ。某緑色のカフェで働いていた時にですね、抹茶クリームフラペチーノを注文した女性がいて、でしかもなんかカスタマイズをされたんですよ。忘れちゃったけど。で私レジしてたんですよね。で、はい、抹茶クリームフラペ、トールサイズ抹茶クリームフラペチーノですね、みたいな。で、カスタマイズを言われた時って、カスタマイズ確認のために、もう一回聞き返すのが、まあ普通なんですけど、で、抹茶クリームフラペチーノ、このカスタマイズでよろしいでしょうか、みたいな言った時に、その女性が、なんか、うるせえ、早くしろよ、みたいなこと言われたの。なんか、みたいな。みたいな。まあでもその人は、結構高齢、多分60代ぐらいの女性なんだけど、見た目が完全に普通の人じゃなかった。ヤクザみたいなカラーしてたの。女性なんだけど、パンチパーマで黒い大きめのスーツで、金色のアクセサリーとかしてたから、多分そっち系の人？うん。でも私の中で、でもこの人抹茶クリームフラペチーノ頼んでるから、ちょっと可愛いと思ってあんまり怖くなかったんだけど、それが私が唯一受けた、まあ、カスハラの一つですね。うん、突然切れるみたいな。はい、まあ、あとはあんまないですね。でもなんかカスハラとまで言えないかもしれないけど、まあ、確かになんかわがままな要求をしてきたりとか、まあ、横柄な態度を取ってくる人は、まあ、やっぱ年が上の人が多かったのは確かですね。まあ、これはやっぱ若いからっていうのもあるかも、私がね。まあ、それがね、やっぱカスハラになっていく可能性ありますね。そういう横柄な態度を取る人、まあ、普段からね。そのお客さんへだけじゃなくて、普通の生活でも多分そういうことしてるんだろうな、みたいな人は、やっぱカスハラ予備軍ですね、多分。まあ、皆さんの国ではどうでしょうか？このカスハラ問題はね、日本ならではだと私はちょっと思いますね。皆さんの国にでもあると思うんですけど、特にこのサービスの質が高いと言われている日本では起こりやすい問題なんじゃないかなと思っております。はい、なんかね、最近なんか企業はその AI をなんか AI を使ってそのカスハラ、そのなんか AI がカスハラのなんか真似をして、そのスタッフがその AI を使って練習するみたいな、そういうなんかやつをやってるらしいんですよ。 AI を使ってカスハラ練習みたいな、カスハラ対応練習みたいなことをしてるらしいんですけど、なんかコメント、そのニュースを見た時コメントにあったのが、みたいな、いや AI がカスハラの対応しろよみたいな書いてあって、いや間違いないと思いましたね。 AI で練習するんじゃなくて AI がカスハラの対応してくれれば問題ないですね。なんか仕事辞めちゃう人とか鬱になっちゃう人とかね、増やさないためにも、まあ、AI をうまく使っていくのがいいのかなと思いますけど、でもカスハラをするような人は AI に対応されても納得いかないんで、まあ、やっぱりは人間対人間の対応していく必要があるのかなと思いますけど。はい、こんな感じで、まあ皆さん意見とかね、なんかあればぜひコメントでお待ちしております。そしてですね、サニーサイドジャパニーズ、私の会話クラスがあるんですけど、他の先生と一緒にやってる、
それの、 あの7月の会話トピックの中にこのカスハラについてのトピックがあるので、もしねこのカスハラについてお話ししたい方、ぜひあのサニーサイドに入ってみてください。はい、サニーサイドだってあのカスハラを話す週があるので、はい。ということで、今日は、カスハラについてでした。はい、今日話した話、またトランスクリプト作りますので、私のウェブサイトをチェックしてみてください。今日結構早く喋って、なんかもう息が上がるぐらい一生懸命喋ったので、ちょっと早かったなっていう方とか、あの難しい言葉勉強したい方、ぜひトランスクリプトチェックしてみてください。はい、あ、そう、あとですね、私はね、早いスピードのポッドキャストと、あとゆっくり話すあのデイリージャパニーズトークっていうポッドキャスト2つをねのビデオをアップしてるので、まあ好きな方を聞いてもいいし、どっちも聞いても大丈夫です、もちろん。はい、ただね、ゆっくりなのと早いのっていうので、このスピードは私は変えられないので、もしちょっとゆっくりすぎるとか早すぎるっていう方は、そのご自身で速さの調節をしてみてください。はい、すみませんが、よろしくお願いいたします。はい、どっちも聞いてくれたら嬉しいんですけど、結構レベルに差があるので、はい、好きな方を選んでもらっても全然問題ないです。まあ、できるだけね、週に1回両方ともアップしたいと思ってるんですけど、まあ、ちょっとスケジュール上無理な時もあるので、まあ、それはご了承ください。はい、はい、あとそう、サニーサイドジャパニーズ、グループ会話クラスをしております。はい、最近ね、チケットの販売も始めまして、今までサブスクリプションみたいな感じだったんですけど、チケットを買ってクラスだけ受けたいっていう方、好きな時にクラス受けたいっていう方用の1枚チケットと5枚チケットと10枚チケット販売開始しましたので、チェックしてみてください。普通のマンスリープランと何が違うかというとですね、マンスリープランはですね、シャドーイングコンテンツ無料で使えたりとか、ディスコードに入れたりとか、まあ、あとはメンバー限定 の、 オンラインイベントとかやるんですけど、今度6月29日かな、はい、やるんですけど、それは利用できないです、チケットの方は。はい、クラスだけ受けたい方はチケットです。はい、でマンスリープランの方が値段的にはお得なので、はい、まあどちらか比べて検討してみてください。はい、そして、6月29はメンバー限定イベントがあってですね、7月13日ですね、発音改善とかシャドーイングトレーニングのイベントを開催します。はい、こちらは、誰でも参加 OK の無料イベントになります。うん、何をするかというとですね、まあシャドーイング練習とか発音練習とか、まあ自然な日本語になるため の、 練習を私たちサニーサイドの先生たちと一緒にできるよっていうイベントになります。はい、興味ある方はぜひチェックしてみてください。参加無料なんでね、7月13日になります。はい、そして、ペイトリオン、こちらのメンバーも募集しております。ペイトリオンではですね、お休みポッドキャストとか、私のまた別のポッドキャストを聞くことができたりとか、今回のポッドキャストでエピソードで出てきた新しい言葉の意味とかを説明してますので、ぜひメンバーになってみてください。はい、そんな感じかな。うん、ちょっと喋り疲れちゃったかな、ね、しかも暑いのよ。なんか今さ、うるさいからさ、扉とかさ窓とか全部閉めてんのね。でクーラーもつけてないからさ、暑いのよ、暑い。はい、毎年ね、夏になるとね、そのポッドキャスト撮影が結構大変になるんですよ結構クーラーの音とかうるさくてさ、クーラー消さなきゃいけない時とかあって、暑いのよ。でもね、まあ、そんな感じで終わります
次回は何の話しようかな。まあなんかこんなニュースについて話してほしいとかリクエストあればぜひコメントで書いてください。お待ちしております。はい、ということで皆さんまた次回さようなら。